はい、ありがとう整体の平野と申します。20年以上、整体をやってきてですね、途中からですね、もう今までの、普通の整体法ではですね、対処できないという人たちが、どんどん増えていることに気づいて、新しい整体法を、考えて、やっています。今回はですね、水落ちが潰れる、苦しい、折れる、血管猫背になるということで、日本人特有、本当に、特有だったものが、今外人の方もですね、結構猫背の方多いんですけど、それはスマホのせいだと思うんですけども、日本人はもともとこの頭が絶壁であって、そして、目を酷使するためにですね、頭が突っ込みやすくて、そして水落ちを潰す、そして、手をね、これ使うために、肩が丸まり込んで、またこれを水落ちを潰すという、悪循環にいます。そして昔のやはり日本人の生活はですね、やはり、床の生活であったり正座であったり、一番はですね、和式のトイレで、しっかり、一回しゃがむ、しゃがんで水落ちを一回グッて伸ばすっていうね、こういう動作を、していたと思うんですけども、様式に変わったという、そういう生活的な問題、欧米人を真似して、やったことによる弊害もあるだろうし、そして、極めつけはですね、やはりパソコン、そしてスマホですね、スマホを、見ることによって、頭が下がり、そして腕を酷使、一応ね、結構持つ、握るという動作はね、本当に非常に体緊張するんで、持つですね、持つ握る、そして、酷使するためにどんどんこの腕が緊張して、腕が巻き込んで、そして水落ちが潰れて、なんかこの辺が苦しいぞみたいな、そして中心が崩れるんで、やはり頭の方も、下半身の方もいろんな問題が、出てきてしまうという、悪循環に、陥っています。とにかく、私の、整体の、目的はこの水落ちが潰れないようにする、そこに、すごく最重要、重点を置いて、施術をしています。ですから、骨盤を、ゴリゴリねじったり、筋肉を揉んだり、引っ張ったり、実はそういったことではですね、この水落ちの伸ばしというのは、作れないんですね。もう本当にいろんな、他に、皆さんあまり聞いたことのない原因がいろいろあるんですけども、そういったところを、どんどん見つけている整体です。ちょっと、分かりにくい説明だったかもしれないんですけども、愛知県蒲郡市というところでやっていますが、興味のある、東京大阪もですね、出張しています。興味のある方はですね、こちらからご連絡お待ちしております。